はい、ディスリ太夫さん。ディスリ太夫すごい名前だな。この本家というかね、小梅さんの方にはしっかり会ってきましたけど。お、ここで Y さんも登場して、さあめくりから一発、さあリレー証券からの演習。さあこれはティナさん苦しいですね。さあ開幕から早い、さあここはつながらないところ、さあ愛の避けきって、さあディスリタイヤ強い、さあなんとか返したいところ、ジャックバイスから後転ダーキャン、あー出る前に返し、最初出るん、さあここはそうですね、難しいね、なんとかこの状態のまま次につなげたいところですね、ティナさん側は。あーしかし捕まってしまったか、さあ吸えない、うわー、うまいな。さあ、落として。だー、ここで3ゲージ、これは苦しい、だー絶妙な距離で出したな、今。ありがとうございます。ソフトブレ久しぶりに見た。いただきます。はい、ワンピー陸に。残りは2人、3人ぐらい。さあ、初手はカスミトアンディ、まあ間に合っていなかったと思いますが、当てていって、さあ残り際あれ当たるんだよね、これもよくあの暗い方しちゃうんだよな。あーうまい、あの出し投げ絶妙でしたね。こう遠視が当たるとね、ガードしてればまだっていうところなんですけど、あれ当たっちゃうね。あ、乗っけて、あーなんかもう詐欺旅レシピみたいになってるんだけど、あ前転は通らない、さあ陸にちょっと焦りが見えるか、さあここはアインモードにちょっと切り替えた感じか、しゃあがんでいる、初見合わせて NC、 中段はガードしている、途中からちょっと落ち着きを取り戻した感じか。さあそして警察、さあ乗っけて、ここはゲージを払わず、あちょっと手出しが早すぎた、パクってここは先行、あそこがポイントでしたね、あの当て身が。さあしかし
皮肉に山に山にが登場するこの場面。さあ、ここが完全ダーストなんだよな。パクっているが温存したのか、まあ多分出なかったんだろうけど、しばらく返して中段取る。もうすごい、あー、リクにも後がない。引っ掛けて、あっ、今度は引っ掛からない。うまい、これは怖いね。一回捕まったらまずいですね。もうこれはどっちがいるか、もう、あー、4段どうだ、あー、無理だ、これはこれはきついだー。はい、梅谷さんですね。覚悟はいい？覚悟はいい？あ、そういう感じ。はい、ジョーパオキング対ケイカスネーム、お互い本気ですね。さあ、行きましょう。そう、インビー、あは、もう、なんか出してんのか漏れてんのかよくわかんないけどな。1回目は漏れたっぽいけどね。さあ、上はしっかり立っている。間に合わない、厳しい。さあ、この負け方は苦しいか、取り返していけるのか。お、一発返して、しかしやはりキングは単価は安い。うまい、リバファイをしっかり刈り取っていますが、うまい、追い込んでいく。あ、しかしちょっと危ない体力ゲージになっているリクに先行当てて、どうしても当たる。あっ、おお、危ねえ危ねえ。あ、しかしここで出てくるの K ダッシュ。あ、ここは打ち合い。おお、裏から一発決めつつ、ゲージも溜まってきている。戻ってしまったすごい食らい方だな今。いやー、痛い。メタイが落ち着いている。しっかり空中ミニッツもガード。さあ、対象がね、メス、しっかり上を通さず、ダブル当たっていく。あっと、ちょっと早すぎたか。さあ、勝利当てて、ここを取ればもうわからないが、ずーっ、これは終わっちまうね。アメタイさんが勝利。
さあ、ヤマさん来ました。指名制でヤマさんが指名されましたね。さあ、人数もちょっと増えて、あとは4人かな。さあ、これは、お、ヤマさんは量一番、珍しい。大将、まあ、キャラ隊というよりは大将に置きたくない感じなのかな、多分。さあ、両隊以上、かなり珍しい組み合わせですね。と、あと、ポッパンが当たらない。さあ、削り合いのような対戦になってますが、メイドさんが若干リード。お前見てる。さあ、中段も当てて、さあ、なかなか入れない。厳しい。うまいな。さあ、そしてアンディ2番手。さあ、ヤマさん開幕からギアを上げていく。前転めし投げからのクーガラン届かない。あー、うまい。さあ、あっ、ジャパンの代償が約半分減った。すごい、なんかフォアジャイみたいになってる13の。あ、やばいやばい、なんでこれ。あそこメダルさん進化してますね。あそこからのコパン ND がワンセットだと思ってたんだけど、変えてきてますね。進化している。確かにメダルさん強いわ。さあ、ヤマ三段きつい。あー、今のはちょっと難しいね。ま、相手の体力的にもね、迷うところ。あ、ここは乗っけて難なく勝利。うわ、うまい。高い。あー、しゃがみシーンになっちまった。今のミスはでかいね。あ、かくらない。さあ、お互いちょっとミスはあるものの、あ、ヤマさんはもう大将。うわ、キンディになっている。しっかり中段からミラージュの残りが当たり、下がってトラップショット。さあ、ここはメタイさん勝利。あ、絶妙な最後だったな。え、3はつけなくていいの？大丈夫？マー君、マー君。さあ、お久しぶりです。M ダッシュ、もうプロゲーマーになってどんくらい？2ヶ月ぐらい、初じゃない？なってからもう結構経ってるよね。あ、確かに3はつけてないけど。さあ、キャラクターはかすひなこかすみネームです。あっと、今勝ったかどうか分かんないけど、うわ、最後は表。確かにジョー捕まったらやばいね。まあ、どのキャラもほぼほぼ終わりっぽいけど。あー、確かにね。さあ、これも近づかせないような、中距離遠距離はね、かなりキングもいけると思うんだけど、一回捕まると本当キングも返してがね、乏しいんだよね。さあ、この距離の取り方強すぎる。あー、どうすこい。
厳しいな。ひなこパオはどうなんだろうな。さあかき消していく、すごいな。ああ、画面端から失礼して、中段からのこの一撃、うわー、そこまでフォローしているか、強すぎる。さあそのままやつさん、お、山崎うだろば、これは対ひなこなのかどうなのか分かりませんが、意図は俺専用じゃねえかと。虹陣もやはりひなこは潰しておきたいですからね。確かに。あ、しかし逆にここでもう やっち側は意地も落とすわけにはいかないですね。さえもやはりちょっときついことを分かってか攻めに行ってますね、だいぶね。うお、すごい返し方。まあ、ほぼ完璧なこのやつさんの立ち上がり。ガードも硬い。あ、あー漏れてしまう、漏れて半分。おお、しゃがめない。さあ今終わったと言ってますが、あと霞ネームか。あ、これもね、ヤチうまいんだよな、この対戦。あー、うまい、しっかりしてんな。あ、落とせはしませんでしたが、 M 側もダメージには結びついていない。あ、うまい、あそこはガードするよな。しかし円の前提も通り、白山からウラロバが死んでしまったのは痛い。さあしかしこの組み合わせもなんというか、一度ねギロチンでも刺さろうもんなら。あ、追いついてくる。これはしっかりできれば、お、あー全然ダメなんだ。なるほどなるほど。あれ霞やるとじゃあもう本当に何もできないんだね。あ、うまい。さあヤスさんが M 専用のこのキャラクターでリードを広げていくが、さあまだちょっと何か、あー、でかいチャンシーズ追撃して、やめろよと、ヤスしゃがみしやめろって。あ、下に変えた、下に変えたね。欲しがっちゃって確かに今ちょっと危なかった。確かにこれは危ないね。まだ相打ち、相打ち、相打ちはもう今ちょっと痛いか。一方勝ち。お、うわ、なんだなんだ、ごちゃごちゃしてきた。あぶねえ、怖え怖え。あー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 、 M
が最後何も出なかった。絶世か絶世か最後のは。あ、全肯定の可能性もあるね。立ち火になってたよね。あー、はい、おそらくラス前ワイジさんとヤスさん、お互いガチな感じですね。マチャクーラは、まあマチャがきついんだろうけど、この辺ね、やはりアイさんは対強キャラ本当にうまいですよね。後天では避けきれないですから、一方的にクーラーのゲージが溜まっていく。さあ、ヤツさんが徹底しているが、ここは確定。さあ突っ込んでいって、体力はほぼゴムのような状態。さあ、いい勝負。あっ、最後に出たか。さあ、時間も少ないが、ここは1ゲージ払う。突っ込んで、あー、まあそうだね、最後はね。さあ、2番手がサンフェ。これは個人的には結構クーラー、あー、やりづらいと思うんだけど、ここは消費で一発。あー、これ蹴出し。シャンフェ側はやはりまとわりついていきたいところですが、あっと、わあ、よくブラックにした。今、さあ、スパキャンは出なかったか。かなりいい勝負ですね。足投げから手玉ガード、早い。うわっ、さあ、最後で急にお互いのギアが上がっていく。さあ、リードは若干マイジさん、うまい。いいですね、蹴出し相手には確かに最後ああいうような状況でも守っていられないですからね。しないから、し投げ。さあ、ワイさんの動きがかなり、あ、ゆうちから、ふう。さあ、地上にはならないが、あっと、最後はゆうちか。強かったな。Thank you.
やった。ふみさんに褒められたわ。今の勝利スパイアと本当ムカつくわ。はい、ありがとうございます。だいぶ気持ちよく鳴らしていただきました。はい、では締めたいと思います。第321回 KF ザルネーム紅白戦ご一緒いただきたいと思います。お疲れ様でした。